進捗が回収できそうな やつをやりつつかなって感じですね。いいのありそうですか。なんかとりあえずミッションログの千夜公園、千夜円光かを集めればすぐ達成できそうだから、はいはい、ちょっと下手取ってこようかなみたいな感じかな。あ、でもこれも先やった方がいいかな。道具が悪かったっていう進捗があって、ブーストモッドをアンロックプリントシチケーツールに取り付け、ボリルモッドをアンロックプリントシチケーツールに取り付けてするとより深く早く効率的に掘ろうってあるから、ほう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 、掘りやすくなるのかな。ブーストモッド、ブーストモッド、あーん、あー、あります。研究カタログの一番左のやつで4つくらいしてやったら亜鉛がいるのかな。はは、亜鉛って、うん、あの千亜鉛なんちゃらでしたっけ。そうなんか作ってたな。なかったかな。ブーストモッド、ドリル、ドリーム、ドラ、ドリームモッドはセラミック、セラミックは何で手に入るんだ。セラミック、セラミック、セラミック、粘土、うん、あー、なんか粘土があるっぽいけど見たことないですね。あ、亜鉛1個ありましたね。亜鉛あります。じゃあそれで亜鉛で、あ、亜鉛ここにいっぱいある、うん、じゃああれアンロックするんで、あ、あんちゃんの背中にひっつけちゃった。あら、解放します。あ、ん、あ、ほんとだ。じゃあこれお借りして、ブーストモッドを作ります。はーい。これでどうなるのかな。ドヤーン、ん、ブーストしたのかな。地形ツールに取り付けられない。ちょっと待ってね、いっぱいチクチクしてるからちょっと待ってくださいね。チクチクを取りつつ、また拠点を汚くする。これでなんか、あ、なんか鳴った、鳴ったのかな。オーパーアップしました、したみたい。あ、ここであれ、おじいさんの足元に亜鉛があるから、これ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 、今サッカーしてるやつ、よいしょよいしょよいしょ。おじさんのこれ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 があるから、あの手元のテザーとか作るやつ、あははははは、のところに多分ブーストモッドってついてると思うんですけど、これを外しての、あれ、どこ行った？あれ？あれ、僕今あれ持ってましたよね。あ、亜鉛背中についてる、背中についてる。あ、これか。これを。あれ、このコンパウンドが外せない。あれ、つけれないな。あれ、背中で作るときってどうやりましたっけ。あの、下のやつ、あの、あ、これか、青いギザギザ、あ、いけました、ブーストモッド、ほいシャギーン、シャギーンで、背中のやつの右下にいつも掃除機みたいな分があるじゃないですか、うん、はい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 、はい、あれにそのブーストモッドがつけれるみたい。
あ、つけれた。つけれた。これでちょっと掘る速度が速くなるのかな。釣れてんのかなこれ。うん。見てくださいね。これを上につけたい。うん、お、つけれたっぽい。うん、ついたついたついた。早くなんのかな。またさっきの穴戻って千夜炎光を取るついでに見てみます。あ、早い早い早い。音が違う。早い気しますね。気がしますね。なんとなくだけど。さて、よいしょ。この下かな。よいしょよいしょ。もう慣れたもんやな。慣れたもんですね。ライドオン。よいしょ。危ね。危ない危ない。行き過ぎちゃう行き過ぎちゃう。で、これの。こんな下でしたっけ？どうだっけ？多分。あ、下下下下。で、そこ右行ってもらった先に千夜炎光があるはずなんで。あはん。あはん。すい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 。あ、これか。うん、危ない危ない危ない。危ない危ない。これ吸っていって。あ、早い気がする。いや、早いっすわ。おー、効果あるんですね。お、オッケー、千夜炎光を集める、回収。なんかミッション達成しましたね、今。達成しましたね。でこんな感じでまた戻りつつアイテムを解放しつつかな。よいしょ。早いあんちゃん。先に行っちゃう。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。あ、夜が綺麗。夜ですね。夜ですね。で、解放の。たまにテザーが埋まってますね。コテンテしてますね。これは充電できた？充電できてない。むしろ減ってる。よいしょ。これで充電できるかな。素晴らしい。充電できてる。まあいいや。よいしょ。ミッションログ。ブラックボックスを。ボシュボシュ。なんだこれ、めっちゃ文字化けしてる。なに？なに？なに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 。なんだなんだ。ああ、なに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 。クロス。あ、なんかありますよ。発着だから。うわうわ、なんじゃこれ、なんじゃこれ。クロノスケースファイル、俺らトリトンの運命、発着場から十分な鳥を拠って展開しよう。はあ。あー、なるほど。とりあえず離れたらいいのかな。そうですね、離れた場所に。うわ、めっちゃでかいっすね、それ。でかい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 。なんだこれ、なんだこれ。そのぐらいでいいんじゃないですか。うわうわ、落ちてって、落ちていく、落ちていく、落ちていく。じゃあ、解放しますよ。はい。ゆい。なになになにこれ。うわー。なんだ。なんか破損してるけど。ボロボロやないですか。ね。巨大な瓦礫って書いてますね。破損したジェノバイオロジーラボ。生体サンプルを飼育研究するための装置だったもん。一部は破損させてる。だったもの。はあ。ここになんか入れれるな。ガラクタケーブルプラグ研究分析。あれ何、ゼノバイオクラジーラボアクション体系非アクティブ。はあ、あはん。何使うんやろ、何使うんやろ。ああ、非アクティブなってますね。うん、怖っ。そらそうか。うん、ちょっとミッションログ見ますね。奇妙な物体を作動させるの
分が出てるので、パワーセル、パワーセルをミッション、パワーセルを、パワーセル、パワーセル、おー、なんだこれ。で、一液酸素供給器を、うんうん、組み込む酸素供給器、ちょっと待ってください。なんか入れるところはありますね、確かに。酸素供給器、セラミック、アルミーム、あー、またセラミックがいるのか。セラミックか、セラミックがあれなんですよね、粘土みたいな感じで地表にあるらしいんすけど、全然見かけたことないですよね。土砂分身分析から、ジャンパーケーブル、電力を供給する、電力を供給するでいいんだったら電力供給しようかな。うんうんうん、電力を供給する、よいしょ、電力オン、お、いった、お、充電中、溜まってますね。おお、なんだ、ついた、ウィンウィンしている。ちょっとこれで、あ、おお、あ、まだ非アクティブか、なんか変な音楽鳴ってる。めっちゃ不安になる、この曲。減ってった。すげえ不快な音でしたね。すごい不快な音でしたね。音風呂にしようと思ったら音風呂にできるんだけどな。バイトが手に入った。すごいのができてしまった。すごいのができてしまいましたね。でもまだ非アクティブですね、あの作るやつは。あの酸素供給器がないと。うん、あれな感じみたいですね。まあ究極あの基地のやつ持っていったら使えますけどね、うん、まあまあまあ、そうすると基地のやつが全部なくなっちゃうから、ね、あー、土砂遠心分離機っていうやつからでも手に入るらしいんすけど、うんうん、なるほど、作っちゃいましょうか、作っちゃいましょう、よし、で、これで、中型？中型で、えか、アルミニウムと、アルミニウムと、コンパウンドが2個。で、あ、あれがいるかも、あの、何ですか？大型、あの、土台？あー、また。うん、またあいつがいるんすね。あいつがいると思います。で、電力足りてるかな？こっから電力引いてね。おーおー、生まれ、生まれ、生まれちゃう、生まれちゃう。よいしょ。めちゃめちゃいろんなとこで稼働してますもんね、機械が。ね、あっちこっちですよ。おお、働きよる、働きよる。よし。あー、すげえ、バッテリーが。あー、うん、充電されよる、充電されてます、されてます。うわ、できてきてる。ね、なんだこれ。なんだこれ、なんだこれ。めちゃめちゃ育ってきましたね、この基地。ね、この基地もね、だいぶあちこちいろいろ。ウィー。で、なんか、うん、お、できた。できた。ちょっと離れたところに。よいしょ。かでかでか、これはこれ単体でいいのかな、
お、ん、いる、いや、なんかいじそうな気がする。コンパウンド、樹脂、オーガニック、粘土、石英、黒鉛。粘土が欲しい。お？使い方が分かってないぞ。あ、これで土砂を入れると。土砂をつないで。あー、なるほど。今が画面見てもらったら、うん、ここに土砂を吸わせたら土砂3がこう出たので、ちょっと待ってくださいね。待ってくださいね。もうちょっと土砂がいる。ちょっと、あー、やばい。あー、ほんとだ。ちょっと土砂が足りないので土砂取ってきます。見たことないのいっぱいあるな、オーガニックスーツ入れよいしょ。なるほど。なんか足りない物資を土砂と変換して手に入れるみたいな感じ。あーはーはー、なるほど。土砂から作り出せると。そう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 、それは面白い。よし、満杯になった。よいしょ。これ電力つないでないけど動くのかな。ねえ、いけるもんなんすかね。キャニスター、あー、ごめんなさい。よいしょよいしょ。ああ、それで、粘土がいるのかな。粘土、あ、やっぱ、なるほどなるほど、あれ、地面がないとダメだ。中型から、樹脂か、樹脂がいるのか。樹脂が1,2、もう一個、樹脂、樹脂、ちょっと樹脂さ、あ、あるあるある、樹脂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 で、B。 すごいなこれ。ねえ、あれこれできてきましたね。ねえ、ついでに他の分もなんかできないかな。自動アーム、自動アーム、自動アームどんどん進めていく、勝手に。全然わかんないですね、どうワーム、うん、アサーキャニス、遅、自動アーム、自動アーム、あ、オーガニックがもうないのか。うーん、ね、すごいゲームっすね、これ。あれこれできてね。どうか。あ、自動アーム、アルミニウム、黒鉛。うんうん、黒鉛ありましたね、そういえば。うん、じゃあ、作れてますね。とりあえず、一緒。ドカッてやっちゃった。ガンガン行きましょう。ガンガン行きましょう。よし。よし。これで、今やったので、粘土ちゃんを。ん？ん？これでも、バツ粘土が。バツが出る。なんでだ？お？なんだ？使い方が分かってないぞ。ちょっと調べます。ごついなぁ。ごついですよね。かっこいいですけどね。ツール。電気が来てない。ツール。研究アイテム。あ、試験。ん？違うな。
タッチメント。資源。緊急アイテム。ツール、ユーティリティ、ユーティザーナー。タッチメント。なんだ？モジュール動作分遠心分離機です。今電力を供給します。補充されます。お、なんか勝手に動き始めた。あ、なんだなんだ、今ね、電あれが入れました。なんか電気つながってないみたいですね。あ、これなるほど。もうなんかここに今オーガニック入れたら動きましたね。ほうほうほう。あ、本当ですか。じゃあ全力が足りてなかったんですか。おー、回しおる、うん、回しおる。変身分離しおる。おー、ブン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 。ほんまに分離ですね。ね。すご。すご。ただ電力がめっちゃ少ないから。うん、もうちょっと。ね。電力なんとかせんといけんですね。オーガニックがもうマリにない。ついでにこれも。オーガニック取りまくりやな、この辺。ね、いや早めにちょっと電力問題なんとかしないと。しないとダメですね、本当に。自家発電できる的なものがないとダメですね。そうそう。二人ともバギーあんのに使わない。と徒歩に慣れてしまいましたね。そうそうそう。よし。お、行ったかな？お、お、できてる。いっぱいなんかスロットに入ってる。あ、本当だ。これが粘土、セラミックの素材ですね。で、セラミックを今度はこれかな？溶鉱炉かな？よいしょ。おおおおおお。ああ、まあ、とりあえずこの、まあまあ、あいつが燃えとるんですね。あいつが燃えてますね。千亜炎鉱は。遅い気がするな。よいしょ。亜鉛と今セラミックが。セラミックができました。もうとうとう、とうとう。で、なんだっけ、酸素供給器を作りたいんでしたよね。あ、そうですね、そうですね。そう、もう目的わからなくなって持ってました。わからなくなっちゃいますよね。こっちじゃない、中型、小型。酸素供給、アルミニウム、アルミニウムはこっちにあった。アルミニウムはあるはず。はいはいはい、これでアルミニウムを酸素供給器作ります。あ、はい、電力が足りんって言われた。あ、そっか、オーガニックねえんだ。あ、この外はオーガニックな気がする。ひー、カレカレカレ、よいしょよいしょよいしょ。お、トレーラーで。よし、いっぱい持ってきました。
減圧か、これでいけるかな。三色あ、いけるいける、書き始めた書き始めた。でこれで押してきました。三色上級機でーす。すごい酸素の伸ばした。で、あ、これで中型とかソーラーパネル。よいしょ。あ、でもこれか。セラミック、セラミック。これセラミックだっけ。セラミックこれをあいつに入れに行くんすよね。そう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 、よし入れに行きます。行きましょう行きましょう。よいしょ。これは手、あ、手に持てる手に持てる。よし、あ、持てますね。かわいいかわいい。よいしょよいしょ。あ、こっから出れない。よし、じゃあ入れます。えい、はーい、こっち一息入れて、一息入れて、これでバイト、ラストロポット、アバイト入りましたね。データログを使ってゼノバイオロジーラボの追跡機能を作動させる。ボタンを押してください。ボタンを押します。はい。おお、なに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 、はい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 。長い長い長い、何？的な感じで、シルビー、うんうん、つまり動物的ながいるわけですね。ほう、つまりどういうことだってばよ。わかりません。あ、でもなんか途中でうん、うん、あれなんか探索してたらシルビーの殻みたいな感じで、はい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 、カタツムリの殻みたいな分は見かけたりはしてたんですけど、うんうん、つまりこれは何をしたらいいんだ、うん、とりあえずミッションログを見て、いやー急になんか SF チックになりましたね。ねえ、話が進みましたね。どうしで酸素フィルターが来て、シルバーの殻を、ほうほうほう、殻をスキャンする必要がある。あは、拾ってこないといけないですね。拾ってこいと。なるほど。どうしましょうか。今お時間が10時くらいですけど、一旦ここで区切りますか。そう、めちゃめちゃ続きが気になるんですけども、気になるけど一旦ここで区切って、また次回ということで。そうっすね。ねー、ということでギャラスポートだろうなんちゃらかんちゃら。絶対覚えられへんさ、僕あれ全然覚えられないです。まあとにかくなんか生き物がなんか宇宙にうようよしてるから、 そいつをサンプルを探して培養して育てることができるよってことなのかな。そうですね。なるほど。いやー我々に新たな仲間が登場ですよ。そうですね、僕ら以外の生命体がいるってことですね。だからいやー神秘的ですね。うーん、いやー、というわけで次回は仲間探しに行ってこようと思います。はーい、はーい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。またねー、バイバーイ。